はい、こんばんは。はい、ですね、令和3年の、4月2日金曜日、時刻は23時30分になりました。ドクターラスカル2330ライブ配信の方ですね、始めさせていただきたいと思います。今日の予定時間1時間でございますね。はい、ですね、この配信はですね、ニコ生とツイキャスで同時に配信をしております。可能な限りコメント拾いますので、気軽にですね書き込んでください。でアーカイブの方はですね、YouTube の隣のラスカルチャンネルにございますので、そちらの方もですねぜひ、お聞きいただければと思います。で今後ですね、YouTube のライブ配信とかですね、オープンレック TV なんとかでもね、配信の方同時配信ですけどね、予定してますので、ただちょっとまだね配信ソフトがね、おじいちゃんなんでなかなか使えないわけですよ。ということで、もうしばらくお待ちいただければと思います。ということで、こんばんは、イエナさん。はい、エドさん、リーちゃんさん、こんばんは、聞こえてるでということでありがとうございます。はい、今通知出たかな、ツイキャスの方はね。はい、ということで、今日はちょっとゆるーくいきましょうか。疲れたね。ということで、ですね、はい、こんばんは、いつもありがとうございますということでですね、はい、あ、お茶箱50、ありがとうございます。ありがたいですね、ありがとうございます。いやー、もうね、すいません、もうね、ありがとうございます。ということで、おーですよね、はい、お茶箱50はね、ドワーって感じですね、降ってきますね。はい、ということで、本日のお題はですね、サイトメガロウイルス感染症ということでね、あいつもお疲れ様です、ありがとうございます、恐れ入れます。ね、楽しんでやってはいるんですけどね、本人的にはね、とてもね、ただね、今日はね、ちょっとね、こうパタパタとね、こう、準備する時間がね、いまいちね、ないって、そんな感じでしたね。はい。リラクマ、ありがとうございます。ということでね、週末ですね、もう、いよいよ4月のね、最初の週末になりましたけどね、どうですかね、お子さん、春休みって方もね、多いんじゃないかなと思うんですけど、ね、まあね、特に何も変化ねえよって人がもう多いでしょうね。ただ、コロナ禍でね、こう、好きなように動けないっていうのはね、ちょっとね、ストレスですけどね、そこはしゃねえかなっていうところはありますけどね。ということで、いきます。サイトメガロウイルス感染症ですね。で、これね、なんかね、なんかサイボーグみたいな名前ついてますけどね、サイトメガロなんてね、サイボーグじゃないですからね、そこら中に普通にあるですね、ウイルスなんです。なんていうのかな、自然界に、結構普通に生息しているウイルスで、これがね、なんて言ったらいいかな、体の中に入り込んで、慢性化してですね、これはね、帯状疱疹とすごく似てまして、一回ね、その体の中に入り込んで、なんていうのかな、抵抗力で抑え込んでるんですよ。で、これが、何かの理由でね、その抑え込みができなくなってくると発症してくるというのがですね、サイトメガロウイルス感染症というものです。で、この、ね、サイトメガロの、ね、感染症の中でね、特にややこしいのが先天性というのがございましてね、ちょっとね、その辺も交えながら、あと、潰瘍性大腸炎とも関連があるので、その辺もね、お話の方していければと思います。はい、ブラカタボラさん、こんばんは。ぷよ、ありがとうございます。ね、お腹がぷよ。ストレスで食べ物しか楽しみがない。いや、本当だよね。もう、あれですよね。もう、コロナ禍になってから、もう、食って感じですよね。はい。もう、以上、みたいなね。はい。もう食って以上、みたいな感じでね。そして倒れる、みたいなね。はい。押し入れから、ラスカルのペパッと出てきたよ。あ、本当、そうなんですね。いいですね。うち特にあれなんですよ。実はラスカルグッズ全然ないんですよ。
ただこのラスカルのね、ぬいぐるみが1個あるだけで、ラスカルがすごく好きかって言われると、まあ好きですけどね。ただラスカルが好きっていうか、このラスカルのぬいぐるみがいいのかなって感じはしますけどね。このラスカルぬいぐるみ愛が非常に強いという感じでね、お届けしております。中村さんこんばんは。お弁当作ってます。この時間にですか、明日のですかね。いやー大変ですね。まあでも夜中作ってね、まあ、朝ね、少しでもねゆっくり寝るっていうのもありですからね。はい、我が家はラスカルグッズもりもり。すごいな、ラスカル好きな人は好きなんですよね。もう持ってるものみんなラスカル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 ってね。いやーかわいいアライグマだなと思ってね、でそれに比べてこのサムネイルのラスカルを見てくださいよ。このとぼけた顔してね、可愛げというよりはただのなんかボゲーとしてる顔してますけどね、まあでもこれはこれで愛嬌があるということでね、いきたいと思います。顎にラインがあるラスカルだしね。そう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 、そう顎にねこれねラインがあるんです。これ二重顎のねラインがありますからね。はい、私別に二重顎じゃないんですけどね、ということで、はい、いきたいと思います。今日のテーマですね、サイトメガラウイルス感染症。これ聞いたことありますかね。まあね、かわいい、 ありがとうございます。はい、ということでですね、ちょっと解説の方していきたいと思います。もう6分もね、今日は 前振り話しちゃいましたんでね、ということでいきたいと思います。少々ねお待ちくださいね。はい、あれ、お、これか、はい、よか、はい、ね、ですね、では今日のですね、お題いきたいと思います。サイトメガラウイルス感染症ですね。はい、ということで、はい、少々お待ちくださいね。はい、サイトメガロウイルス感染症ね、CMV なんていう方をします。はい、なんか強そうな名前ですよね、本当ね。はい、お、YouTube、お、なんかあんの？ほうほう、はい、後で見ておきます。はい、いや本当ですよね。本当ね、サイトメガロウイルスってなんかあれですよね、戦隊ものみたいな名前ですよね、なんかね、戦ったら強そうですよね、なんかね。バキュンバキュンバキュンとか、ドンドンドンみたいな、くだらない動画ですよ。あ、本当？じゃあ後で見てきますね。はい、クラウディさんこんばんは。天然パーマさんこんばんは。そうということでね、ちょっとね、まあそんなあのね、あ、渡部さんこんばんは。ヒワイサイトのメトロポリタン感染違うって、主に緑のおばさんが、フリップを連発することにより発生する疾患、感染した医療従事者はヒワイかヒワイとかし医療崩壊が発生する。自然界には存在しない、制限病。治療には、ネギシウムの大量投与。第二感染症、関連する用語、緑、ネギ、振り回しおばさん。ね。名前ちょっと私ね、ちょっとね、忘れっぽいんで忘れちゃってますけど、あれですかね。小池百合子さんっていう、確か東京都のね、知事かと思うんですけどね。名前ちょっと覚えてないんですよ。ちょっとうろ覚えなんで、ね、流してください。はい。ということでね、いきたいと思います。サイトメガロウイルス CMV とかですね、先ほども言いました、どこにでも、存在するありふれたウイルスです。で、まあ、唾液であるとか、尿、血液など、体液を介して感染します。でね、正常な免疫機能を持っている人がサイトメガロウイルスに感染すると、まあ、肝炎とかの、ね、症状を起こすことがあります。で風邪ひいたような、ね、症状が、出て、ね、収まっちゃうことがほとんどです。だから分かんないんですね。で、まあ、これが、ね、サイトメガロウイルスの特徴です。で本当は、ね、どこにでも存在するありふれたウイルスです。だから、なんていうのかな、非常に稀なんです。実はこれの感染が成立するというのはですね、大変稀でございます。メガロドンということで、カレさんこんばんは。いつもありがとうございます。メガロドン。しかも、サメかい。こんばんは。はい。ということでですね、
はい、サイトメガロの、ね、感染症のお話でございます。だからね、まあリスクはそこら中にある。ただ、発症することが非常に稀っていうふうにね捉えていただければなと思うんですね。ただこれね、母子感染が一番多いんですね。実はサイトメガロウイルスというのはですね、で、あとはですね、この後ね、講述しますけれども、潰瘍性大腸炎とね、このサイトメガロウイルスというのは非常に関わりが深いです、ね、ちょっとその辺なんかもねお話をしていきます。はい、ということで次です。はい、でね、妊娠になってからですね、サイトメガロの、ね、ウイルスに感染するとって話ですね。いきますよ。はい。はい。はい、ということで。はい。妊娠になってからサイトメガロウイルスに初めて感染すると、お腹の中の赤ちゃんに影響が及ぶことがあります。現在日本ではすでに抗体を持っている方が7割です。だから、ほぼほぼね、感染が成立することはないんです。ただ、7割です。で、最近の傾向としましてですね、社会の環境の変化に伴い、その抗体保有率が徐々に低下していることが問題となっています。その結果、胎児に影響が及ぶことも増えてきますということでね。かつてはね、ほぼほぼの方がね、すでに抗体を持っていらっしゃる。ね。ただね、抗体が持ってるんですけど、残念ながらね、このサイトメガロウイルスに予防接種はないんです。ですから、この、獲得抗体、獲得免疫ですよね、によって、今までは予防されていたんですけれども、昨今のね、社会環境の変化によってですね、抗体のない方というのがですね、出てきたり、抗体が低下してきているということがですね、問題になっています。その結果ね、胎児に影響が及んでくるってことがね、あるんですね。はい。ということでございます。そして次。本当これ見にくいな。なんで白に白なんだろう。いいんですけど。はい。で、ちょっとね、今変えますね。画面ですね。そうそうそう。潰瘍性大腸炎、そう、安倍さんがね、なってましたね。はい。うん。斉藤メガロウイルス感染症、すんげえな、なんか中国語もびっくりな感じで出てきましたね。はい。でですね、そうです、潰瘍性大腸炎はね、どうなんです。で、これだとね、このサイトメガロウイルスって関係があります。はい。後ほど説明しますね。で、サイトメガロウイルスはヘルペスウイルスの仲間です。出てきましたよ、ヘルペスウイルス。これね、種類が多いんですよ、ヘルペスウイルスね。もう君もヘルペス、あなたもヘルペス、私もヘルペス、あなたも仲間みたいなぐらいでね、本当ヘルペスウイルスって多いですよ、種類がね。で、ね、ヘルペスウイルスのですね、特徴もいくつか持ってます。で、一度感染するとですね、症状を引き起こさない状態で体の中にね、潜んでいて、普段はですね、特に悪影響を及ぼすことはないんです。ね、ただ、ひとたびですね、体の免疫機能が落ちてくると、ね、サイトメガメウイルスによるですね、症状が明らかに出てきます。それがさっきのね、風邪みたいな症状とかね、そういうのです。で、そのためですね、ステロイドを長期間使用している方、当然落ちますよね、免疫機能がね。それから、骨髄移植。で、これは免疫抑制剤使いますから、当然免疫機能落ちます。などですね、そういった特殊なね、状況ではですね、サイトメガロウイルスがですね、元気になってくることに非常に注意する必要があります。はい。もっとくだらないですけど、ありがとうございます。はい。だから、非常に稀ではあります。ただ、昨今はね、なんていうのかな、免疫機能がですね、非常にこう落ちてしまったりとか、この抗体自体がね、なかなか、できないってことがあるんですね。台湾列車の事故、運転手も亡くなったの。うわー、そうなんだ。うわー、そう、って感じだね。あれなのかな、相当な衝撃ですよね。はい。
実のお兄様がね、潰瘍性大腸炎ということで、結構多いんですよ、身の回りにね。潰瘍性大腸炎の患者さんは、本当にその、なんていうのかな、珍しいと思われる方多いと思うんですけど、決してそんな珍しくはないです。めちゃくちゃ多いってわけではないけど、めちゃくちゃ少ない病気でもないですね。はい。いや、ちょっと私わかんないですけどね、東海車両が日本製だったのかどうかわかんないですけどね。5両目仕上げてるらしいです。ああ、そうなんだ。じゃあ完全にあれなんだね。そうですよね。おっしゃってましたよね。クローン病ってね。そう、クローン病とね、この潰瘍性大腸炎もね、病態がね、非常に、同じ病気ではないんですけど、近いところがね、治療法とかね、あったりしますよね。はい。というところでね、サイトメガロウイルスはですね、免疫機能が落ちているときに非常に注意が必要です。なんか出てきましたよね。これ、帯状疱疹と一緒です。要するに水疱瘡とね、同じようなですね、傾向があります。あ、福知山みたいになってるのかな。なので、私も刺激物はあまり取らないんだ。なるほどね。はいはい。そういうことなんですね。はい。でですね、原因ですね。何度も言いますけれども、これはね、どこにでもあります。サイトメガロウイルスね。名前強そうですけどね。名前は強そうですけども、本当にね、どこにでもいるよってことでね。どこにでもいるウイルスであり、感染経路としては水平感染、それから母子感染の2つに大きく分けることができますとなっています。ね、で今ね、ちょっと説明しますからね、この水平感染と、そのね、違いですね。はい。お、自己概要の再現 CG。あら、ほんとね、お弁当作り終えました。明日、朝、弁当忘れないようにしないと。そうですね。なかなか弁当よく忘れますよね。はい。ということで、まずね、水平感染についてご説明の方をしたいと思います。水平感染ね。はい。はい。水平感染って言ってもね、別にずっと水平にね、こう、感染するわけじゃなくてね、こう、カゴメの水平さんとか、そういう話じゃないですからね。全然面白くなかったですけどね、軽く流してください。水平感染としてはですね、例えば、唾液、それから尿を介した経気道、要するに空気の通り道、気道です。それから経口、口です。にて成立します。水平感染はね。要するに、よくこのね、キス病なんて言われるぐらいで、唾液とか尿を介して、これ感染がね、成立したりします。現在の日本においてはですね、代表的な感染経路がこちらです。サイトメガロ感染症ね。サイトメガロウイルス感染症。で、唾液やね、尿中にはね、数年にわたってウイルスが排泄されるんですよ。結構長い間ね、ウイルス出てきます。ですから、集団生活が開始される年齢層ですね。保育園児とか、幼稚園児とかで感染が多く見られます。はい。最初に要するに集団生活始めるところから多いってことですね。はい、次いきますね。あ、つつさん、こんばんは。はい。おー。あ、日立製の車両なんですね。見たことある、見たことある。885系似てる子ね。なんてことだ。それはちょっと辛いな。そうなんだ。なんかね、運転事故とかなんかね、一言じゃなくてね、怖いんですよね、私もね。かつてはね、私もね、動力車操縦士でね、列車運転してましたからね、やっぱりその辺はちょっと怖いなというふうに思うところあるんですよ。はい。はい、次、母子感染についてお話をしたいと思います。はい、大丈夫ですかね。はい、ちょっと待ってくださいね。これね、どうもね、大丈夫か。はい、大丈夫ですね。入ってますね。はい、次いきます。はい、
母子感染、七瀬先生こんばんは、いつもありがとうございます。微妙なネタ持ってきましたよ。非常にね、希少症例ですけどね、少ない症例ですけど、サイトメガロウイルスってものをね、知っておいていただくって分にはいいかなと思いまして、今日ね、一応週末の夜ですけど、1時間しかやらないんですけど、週末の夜ですしね、他にね、先生もいろいろネタ提供してはいただいたんですけども、今日はちょっとこれでいってみようかなと思ってですね、ちょっとパラパラパラっとちょっと30分ぐらいで作ってみました。すいません。はい。奈良先生にだいぶね、ネタいただいているんで、それもちょっとね、資料揃えてやっていきたいと思います。はい、日本なら、そうね、落石感知とかで気づきそうだけど導入されてないんだろうか。どうですかね。台湾も結構な保安装置はあるはずなんですけどね。ちょっとその辺は私も分かんないですね。さすがに台湾の鉄道にはちょっとね、友人もいないんでね。はい。ラッシャー先生、今日も黒です。よく分かんないですけどね。はい、カモメ緑は乗ったことないけども、カモメ並列されたハウステンポ速報なら乗ったことがあります。一応全部あるんですけどね。ただあそこほら車両が変わるんですよね、コロコロね。で今の、車両になってからはハウステンポ速報には乗ったことないですね。カモメ緑までかな。この前言っていた、地域のエッセンシャルワーカーって本、手元に届いたけどもろに、人員合理化を、そうですね。そうなんだ。でも、どうなんだろうね。日本の良きものが奪われそうだけども、守りすぎても良くないのかなって部分はあるんですよね。いろいろちょっと思うところはあるんで、ただ、私はね、あまり人員合理化っていうのはですね、適正転換はしますけれども、基本的に採用した人、特に大きな問題がない限り、自分から首を飛ばすことはほとんどないですね。あまりに扱いにくいと、やりますけどね。今後、公務員を増やす方向に持っていくって、なるほどね。その方がいいのかな。ただ、公務員ってね、向き不向きがすっごいある職業ですからね、あれね。機械的なことをずっとやってることが苦手な人にはあれ難しいですよね。ちょっと、適性が非常に難しいで、私にはね。心はいらないが、心ラーメンを食べてみたら美味しそうですね。はい、じゃあいきますよ。はい、じゃあ母子感染ですね。次、斉藤メガロウイルスのお話です。はい、日本人2人が怪我したと言ってた。そうなんですね。なんということだ。はい、ということでいきます。母親がサイトメガロウイルスを保持していると、胎児や乳児にも感染することが知られています。実はこっちの方がね、多いんですね。で、血液を介して胎盤経由で赤ちゃんに感染する可能性や、出生時に産道を介して感染する可能性もあります。また母乳中にもサイトメガロウイルスは分泌されて母乳を介した感染様式もありますってことでね。実はこのサイトメガロウイルスというのは、さっきも言いました、7割ぐらいの方は抗体を持たれてます。ですから発症もしません、感染もしません。ところが、これ感染成立してしまうとかなりややこしいんです。めんどくさいです。ものすごくっていうのは、その母子感染しますね。で、例えば人から人へも感染します。例えば、実際にあった例ですと、1人目のお子さん出産するときにね、この先天性サイトメガロウイルス感染症でお子さん出産しました。で、そのお子さんからですね、お母さんこうね、水平感染とか、したりとかするケースもあるんですね。で、お母さんからその母子感染している可能性もある。例えば、お子さんが、そのサイトメガロウイルスに対して抗体を持っていなくて、お子さん感染してくる、お母さんも抗体がない。で、母子か、そこで水平感染する。で、そのお母さんが、2人目のお子さんがね、お腹の中にいらっしゃって、そこで母子感染をするということもね、
方はあるんですね、サイトメガロイルスに関してはね。だからこうね、いろいろなケースありますけど、まればまれなんですけども、じゃあものすごく少ないかっていうと、3割なので、まあ言うほどは少ない、という症例ではないんですね。ということでね、ユンケルコント、チョコさんこんばんは、眠たい、どうした、もうな、夜遅い時からね、あと5分でお昼だ、ね、はい、ユンケル固定器についている細いストローでいいや、あーなるほどね、あストローでええんちゃうかな、あなるほど、うんうん、ベンチで引っこ抜いて34ゲージのサフローに取り替えるぞもなし、まあな、ミキミキさんこんばんは、そうですね、今ね、ちょっと話題になってましたね、その台湾のね、重大な鉄道事故ね、うん、電化柱1本、架線が150メートル、トンネル内の、交代架線、400メートルの合計550メートルが破損、運転士1名と、旅客35名が死亡、81名が負傷と台湾鉄道管理局の報道を発表出てました。一時発表なので数字は変わるかもということでね、そうですね、あそう、ちょっとこれ今配信始める前にね、ちょっとちらっと見ただけなんですよ私ね、そっか、そんな風になってるんだね、いやなかなかちょっとこれもね、ちょっと配信にねっていうか終わったらというか、まあちょっとこの話題がね終わったら、触れてみようかなと思います。寝ても眠い、これが春、そうだね、お茶中ありがとうございます。巻き込まれた日本人無事だったのかな、昼間見たときは2人って書いてたけど、いや本当ですよね、私の本当さっきなんですよこれ、知ったの、この今だから喋り出す本当5分ぐらい前にね見て、あこんなことあったんだってね感じなんで、トンネルで、ね、何が起こったんですかね、いや本当ですよね、ああ事故が起こったトンネルはね、清水トンネルだそうです、日本っぽい名前、確かにね、我が国にもありますね、上越線にね、清水トンネル、それから新清水トンネル、大清水トンネルってねありますね、はい、あなるほど、今日多分女の子の日、あなるほどね、無理しないで寝るんだよ、いくら寝ても眠いからねそういう時はね、はい、季節さんこんばんは、日本人は軽症らしいですということで、あ、よかったですね。いやー、よかった。まあね、まあ、日本人がね、まあ、軽症っていうのは、まあ、ですけど、まあ、ね、ね、もう、台湾の方もね、かなりの方がね、本当亡くなられててね、ちょっとまあ、本当それはね、もう、ご冥福をお祈りしますって感じですね。なんかあったのはトンネルの外だから、あ、そうなんですね。ありがとうございます。詳細な情報ね。トラックが線路上にいてぶつかった。なるほどね、早かったんだろうな、台湾速そうだもんな速度、トラックが線路上にあって、ラッシーはエブリデーヒワイデー、そうだねヒワイデーって感じでねってことです、はい、ということでね、まあ母子感染の話ね今させていただきました。ですからね、まあ、ちょっとこっちね、サイトメガロウイルスの話戻ってきますけどね、特急なんてやっぱぶつかったのね。で、まあ、母子感染、まあ、それからこの水平感染ね、これ両方絡んでって感じになるんですよね。はい。あ、ちょっとさん、こんばんは。コンティニューコインパックありがとうございます。脱線自体はトンネルの外で起きたものの。あなるほどね。車両はトンネルに入っちゃったんだね、勢いでね。なるほどね。ちょっと怖いな。まあ、あれですね。ちょっとね、そう、不幸なね、ことがちょっと重なった感じですね。はい。っていうことでね。ちょっと次変えていきます。はい。ね。これですね。先天性サイトメガロウイルスについての、ね、お話をしていきたいと思います。はい。ね、はい、ということで、先天性サイトメガロウイルスの感染症ですね。先天性サイトメガロウイルスに対して、サイトメガロウイルスに対して、胎児が先天感染を起こしてしまうと、さまざまな神経障害、難聴、精神発達遅延、遅滞ね、遅滞、はい、運動障害、視覚障害や、発育障害、
あ、これまたここで出てきます。肝臓、脾臓のね、これね、肥大ですねをが、まあ、生じます。なんていうのかな、どうしてもね、このサイトメガロウイルスっていうのはですね、まあこれ、まあこの後説明しますけれども、肝臓であるとかね、それから、まあ腸管の炎症を伴うんですね。で、さっきの話になるんですけどね、潰瘍性大腸炎に影響があるって話ですね。はい、生まれる前から、超音波検査で症状が確認できるケースもありますが、出生前に、出生時には症状が現れず、感染していることに気づかれないことも多いですということでね、まあ、生まれてきてみないと、まあ、分かんない。で、生まれてきて、まあ、しばらくしてみないと分かんないこともあるよということですね。なかなかね、明らかにね、そのなんていうのかな、まあ、外観的なものとかね、そういうものがこう、わかりやすいとね、先天障害ってわかるんですけども、先天性のサイトメガロス感染症に関しては、まあ、耳のね、聞こえる聞こえないというのが、まあ、すぐわかる場合もありますけれども、これやはり時間経ってみないとね、わからないっていうこともありますし、結果視力の障害とか運動障害なんかもね、この辺なんかもそうです。逆にね、肝臓とかね、早期の障害があった方がね、まあ、分かりやすいんですけど、なかなかこの、先天性のね、サイトメガロに関しては、生まれた時はね、すぐに分かりにくいというのがあります。はい、じゃあ次いきますね。はい、はい。ということでね、さらに続きがございまして、ごめんなさいね、今切り替えますね、画面ね。はい、はい、うん、そうね、そうだね、肝臓は生体検査ができるけど、脾臓は体の中で唯一生体ができない。そうです、そうです、おっしゃる通りです、はい、できないんです、はい、うん、だからね、まあ肝臓とかね、まあその辺の数値で、うん、とか、まああとあれかな、でも新生児で超音波で見るってなかなか難しいんですよね、そこ。だから、まあ、本当にだからね、ちょっと立ってこないと分かりにくいです、うん。という感じです。ですからね、この次の文になります。出生後はですね、やはりですね、正直言って、例えば肝臓であればね、明らかにこう肝炎の、まあね、数値を示すんで分かりやすいんですね。例えば、リビルビンが高かったりとかね、まあ、するわけですね。ただ、ほとんど分からないです。ね、ですから、まあ、ここになりますね。生後半年から数年以上経過した後、耳が聞こえないなどの症状が出始めて、先天性サイトメガロウイルスの感染症と診断されます。こんな感じです。だから分かんないですね。ほとんど生まれてすぐはね。だから血液とか、まあ、そういうもので確認できるものは分かるけども、そうじゃないものは分からないよと。で、ね、先天性の難聴というのがね、あります。で、それはですね、まあ大体1000人に1人ぐらい先天性の難聴なんですけど、まあそのうちのですね、20% は、このサイトメガロウイルス感染症によるものであると推定されてます。ね。だからまあ大体4分の1ぐらいかな、っていうふうに言われてますね。はい、だから分かんないんですよ、実際。聞こえてても、その聞こえてる反応っていうのが、やはりこの半年ぐらいまではね、なかなかこう難しいです。その辺をね、こう測定するのもね、脳波で見るにしても、やはりこの生後半年を過ぎてきて、やっと分かるかなっていう感じではあるんですね。ヒッピーさん、こんばんは。はい。そう、ちょっと時間経たないと分からないですね。はい。ちょっとお水飲もう。喉が。はい、失礼しました。台湾って、ね、底地がフランス式で、あ、そうそう、低地ね。低地がフランス式で、車両が日本式だっけ？うん、線路や、新幹線ね。うん。そう、信号装置は、日本からでやり直さないとダメかな。あれね、最初、なんて言ったらいいかな、フランス式でやろうとしたんですね。フランス、ドイツ式、ヨーロッパ連合式でやろうとしたんですけれども、まあ、いろいろなことを考えてね、日本式っていう感じになったんですよ。
だから途中から日本式になったみたいな感じなんですね。で結果としてその、まあ、地面というかね、保線設備が、まあ、ヨーロッパ式、うん、で車両が日本、まあ、でも信号とかも日本なんですけどね、あの運行システムそのものもね、なんかそういうのでちょっと、まあ、跳馬こうバランスの悪いとこあるんですよ、台湾の新幹線、うん、はい。じゃあなるほど、じゃあ治療法は特別なものではないんですね。そうなんです、特別なものはないんですね、これの治療法というのはね。そう、885系とドイツ設計ってことは在来だね、在来線だね。そうだよね、はい。でですね、次いきますよ。はい、はい、ではね、次いきます。はい、周産期以降の諸感染に伴うサイトメガロウイルス感染症ということで、ごめんなさいね、これもちょっと字がね、白に白で見にくいんですけど、幼児期を中心としてサイトメガロウイルスに感染することがあります。多くの場合、まあこれはだからさっき言ったね、幼稚園とか保育園って一番最初にこうね、集団の中に行きますよね、そういう理由です。多くの場合は風邪のように、軽度の症状であり、全く症状を、ね、呈さない、不温性肺炎というね、不温性感染、感染なんですね、こともあります、全くない場合ね、そのためサイトメガロウイルスに感染した後気づかないことも多々ありますと。だからね、気づかないこともあるし、症状出てても、もうほぼほぼ風邪のような症状なんですね。だから、まあ、これはなかなか気づかないことがね、多いかなというふうに思います。はい。不健性が、そうだね。ごめん。不健性。不健性ね。失礼しました。不健性。はい。不健性感染でございます。はい。そのため、サイトメガロウイルスに感染したことに気づかないこともありますというね、なります。ダメだもん。ね。はい。口回ってないですね。はい。カミでございます。はい。申し訳ございませんね。ということで、はい、次です。動揺してますよ、それは。なんで不健性をね、なんて言うんだ、これ。もういいや。ね。はい。次いきます。はい。ね。で、次ですね。やはりね、これもね、時間が経たないと分かんないんだよって話です。ね。いいんだよな。あ、これ。はいはい。あれ、違った。少々お待ちくださいね。あれ合ってるの？ん？あれ、おかしいな。はい。あれ？すいません。スライドが進まないんです。少々お待ちくださいね。それで戻っちゃってどうしようがないよな。あ、来ました。はい。ですね。はい。しかし一部の、症状においてはですね、数週間、持続する発熱、首のリンパ節のですね、主張、それから、倦怠感、発疹、字が読みにくいね、これね。白に白でね。などの、症状を呈することもあります。さらに、横断ってなってるね。が強くなることもあります。ね。これらのね、これらは、伝染性、炭化、そうですね。こっちはちょっとごめんなさい。倦怠期ね。倦怠期じゃないけどね。伝染性のですね、炭化球症用の症状と呼ばれています。はい。読めた。なんで俺カミカミになってんのかよくわかんない。はい。ってことです。はい、次いきますね。でもこうやって読んでいく方があれかな。カミカミになってもなんとかなるからな。はい、次ですね。再活性化を伴うですね、サイトメガロウイルス感染症ということで。
その冗談じゃないね。はい、これです。はい、再活性化に伴う、サイトメガロウイルス感染症の話です。これはちょっとね、特殊な例です。臓器移植患者や、免疫抑制剤を使用している方、エイズを発症している場合には、サイトメガロウイルスの再活性化に伴う症状を呈することもあります。持続する発熱、インフルエンザのような、倦怠感、それから関節痛、筋肉痛が出てきます。さらにですね、下痢、腹痛、消化管症状、出血傾向、呼吸困難など全身のあらゆる臓器に関連した症状があります。要するにですね、ここで、これらの症状にね、サイトメガロウイルス感染症が合併しているとですね、こういった症状が起きるということになりますね。はい。で、次。はい。音じゃないよ。うん。はい。次ですね。はい。でね、ちょっとここからですね、先ほどちょっと冒頭お話しましたですね、サイトメガロウイルスのね、サイトメガロウイルスと、潰瘍性大腸炎の関係についてですね、お話の方をしていきたいと思います。音じゃないよ。音じゃないからね。ちょっと落ち着こう。いやー。喉が痛いし、てかなんかちょっとね、喉がガラガラしてたんですね、さっきね。はい、ということで、いきましょう。41分です。あんまりのんびりしてると、終わらないです。ということで、ですね、潰瘍性大腸炎との関係でございます。はい。あ、ゆるりパンダありがとうございます。ちょっとゆるくいきましょうね。はい。今日ね、ゆるくいきましょうって言ってね。全然ゆるくねえだろってね。はい。いきますね。はい。大きく炎症があるときですね。うん、ね、これが、いいのか。はい。猫の間のチェンジが。はい。サイトメガロウイルスはですね、大きく炎症があるときと、免疫機能が低下しているときの2つのタイミングにおいて活発になりやすいという非常に珍しい特徴を持っています。珍しいですよ、これ。大きく炎症があるときと免疫機能が低下しているときの2つのタイミングにおいて活発になりやすい。これあんまないんです、こういうのってね。潰瘍性大腸炎っていうのはですね、要するに言ってみれば炎症に当たるわけです。このね。で、サイトメガロウイルスにとって二重の増殖機会が存在するわけですよ。この2つを兼ね揃えちゃってるんでね、潰瘍性大腸炎って。大きく炎症がある、免疫機能が低下しているっていうね、この2つを兼ね揃えちゃってるんですね。ですから、潰瘍性大腸炎の時はですね、とてもですね、どういったらいいのかな、この性質がですね、この、サイトメガロウイルスにしても、それから潰瘍性大腸炎の両方ですね、の治療を難しくさせる要因の一つになります。要はですね、非常にこの、どういう言い方をしたらいいかなと思ってたんですけど、潰瘍性大腸炎をですね、非常に、なんていうのかな、活性化させちゃうっていうところかな。だから増殖しやすくなっちゃうんですね、このウイルスがね。それがね、非常にこの潰瘍性大腸炎とサイトメガロウイルスの関係性というところになるんですね。はい。いやらしいウイルスですよ、結構ね。はい。強そうですけどね、名前はね。はい。でですね。はい、次いきます。はい。本当、字ちっちゃくてごめんなさいね、本当にもう。これ大した編集やってないんでね。もうはい、次です。潰瘍性大腸炎の患者さんは、サイトメガロウイルスが悪さをしやすい体質と言えます。ね、そういう風になってしまうんですね。ですから、特にですね、増悪期では炎症が終わった後にまたすぐ炎症が起こるというですね、サイクルを繰り返すため、一度再活性化したことのある患者さんは炎症のたびにサイトメガロウイルスが再活性化してしまうって傾向が非常に強いです。冒頭でサイトメガロウイルスはほとんどの方に潜伏しているウイルスだと言いましたね。だからそこら中にありますよって話です。で、
潜伏していてもですね、悪さをされてしまう方とですね、全く影響のない方が存在して、それはですね、個々の、免疫のパターンによって異なってくるというものです。だから、これが、最初の話ですよね。7割ぐらいの方はもう、いわゆる免疫獲得をされているので、症状はほぼほぼ出てこないです。で、感染自体も成立しないことが多いです。ただ、3割の方はですね、これなかなか厄介なものになってくるんですね。症状も出ない。ただこう自分自身のそのね、いわゆる、抵抗力が下がってくると、出てくる。で、ましてこの潰瘍性大腸炎に関しては余計、サイトメガロウイルスが元気になっちゃうというね、もうなかなかね。サイトメガロウイルスも元気になっちゃうし、潰瘍性大腸炎も、もう大丈夫か、俺も口回ってんねえでも、活性化してくるっていうね、もうちょっと2つの部分でね、読めますよということで、ありがとうございます。よかった。本当ちっちゃくてね、もう字のフォントもうちょっと大きくしたいなと思うんですけど、はい。本当、やらしいウイルスです。ときちゃん、こんばんは。あ、鍵直したら15分で3000円もらえた。いいね。すごいな。いいお小遣いもらったじゃん。15分で3000円なんてね。いいな。はい、ということです。そして、はい。はい。ということでね、これ次。再活性化を防ぐ方法。これしかないんだよね。はい。ということで。治療法、この2つしかないんです。血球成分除去療法、血液中の活性化した、赤血球成分を、あ、ごめんなさい、白血球水分をね、取り除く治療です。大丈夫か、俺も。白と赤も読めなくなってる。まあいいや。ね、血液中のですね、活性化した、白血球成分を、取り除く治療。これがね、血球成分除去療法というのをね、あります。それからですね、抗 TNFA、抗体製剤、生物学的製剤っていうのがありましてね、薬剤名で言うとですね、インフリマキシブや、それからアダリムマブね、大丈夫か俺もね、アダリムマブね、はい、というね、薬剤があります。まあ、こういったものでね、治療をやっていくという方法があります。今のところこの2つですね。で、あとはね、そうだな、いくつか他にもあるんですけど、あまりちょっとね、成績的にはよろしくないというふうにね、捉えていただければなと思います。はい、ということで、今ね、はい、ね、本当、ごどこ多いよね、これね、本当、ごどこ多いんだよ、もう。バシバシ突っ込んでくださいね、本当、そのまま行くんで、私、本当にありがたいんで、ご読突っ込んでください、本当、ありがとうございます、もうね、皆さん、本当、助かります、正直言って、そのまんま行くんで、はい。ありがとうございますね、もう、はい、時給換算したら、時給1万2000円で泣けた、いやー、本当、すごいね、ありがたいね、給付希望。そんな、本当、ごどこいよね、俺ね、おばちゃんが飲んでる薬が血圧の薬だから、血圧計でもあげたいな、優しいな、おい。はい。そう。インフリキシマブ。そう。ね、はい。我が道を行くアライグマ。ね、時給ってその時給じゃないからね。コニール2ミリグラムか。ね、そうだね。わかんないよ、でも。あんまり、そう。陰菌じゃねえから。じゃねえ。ね。はい、ということで。もうすぐ50分になっちゃいますからね。はい。ということなんですよ。ですから、このサイトメガロウイルスね、ちょっと最初のフリップに戻ってみましょうか。はい。どこにでもあるよってね。まず、どこにでもあるよって。ここ重要です。どこにでもあるよってね。はい。
はい、どこにでもあるウイルス、唾液、尿、血液などの体液を介して感染。正常な免疫機能を持っている人がサイトメガロウイルスに感染すると肝炎などを生じることがあります。まあ、これは、ね、血液の検査値で分かってきます。風邪をひいた程度の症状で終わってしまうことがあります。だから、弱っている時に発症してくるんだなというふうに思っていただければいいです。先ほども話しましたけど、7割ぐらいの方はね、まあ、約ですよ。これちょっともう減ってきてるんでね、抗体のある人が減ってきてると言われてるんで、まあ、大体7割ぐらいの人がもともとね、抗体持たれてるということです。はい。というところで、台湾の情報気になりますね。まあ、あとこのサイトメガロウイルスはですね、本当に妊娠ねされてて1人目ももちろんそうなんですけど、2人目の時とかね、これ結構ね要注意ではあるんですよ。さっき言ったようなことがね、現実的にまあそんなにヒントとしては多くないですけど、起きる可能性非常に含んでますんでね、まあ、その辺はね、こう、まあ、サイトメガロ、めったにないけども、ちょっと注意していただきたいなというね、感染症でございます。はい、なかなかね、サイトメガロって言ってもね、なんじゃそりゃってよく言われるんですけど、これは本当にね、なんていうのかな、母子感染と、それからその水平感染のね、こう、まあ、なんていうの、合わせ技みたいな感じでやってくることがあるんで、で本当にその、ね、ウイルスとしては本当にそこら中に普通にあるんです。だからそれがね、抗体がないところに行ってしまうと、感染が成立してしまうと。で体のそのね、免疫が弱い時、ね、免疫作用が弱い時にこう上がってきて悪さをするっていう風になりますからね。はい。そうだね、インフリキシマブはね、抗肥の、疾患が多いため、多くの病院で韓国製のそうだね、BS ねが幅を利かせています。ちなみに、BS を開発した韓国の、セルトン社は、コロナ治療薬を発明したと韓国自慢の新聞日本語版で宣伝しまくりましたが、第2層でずっこけてます。そうだね。そういえばそんなこと言ってたね。弱り目。あ、なるほど、なるほど。はい。ってことでね、まあ、だいぶこう、ちょっとね、なんか、やっぱ週末だから疲れてんのかな。もうなんかもうね、目がシュッパシュッパしてしまう。まあ、京都だからちょっと1時間にしようかなと思ったんですけど、最初からね。いや、でも、いや、結構元気だったんですけどね、始めるときね。やっぱ、ダメなんですね、お年ってね。こう勝てないんですね。まあ、でも負けませんからね、私、年にはね。気分は18歳。若いです。ね、ということで、もうそれ言ってる時代がね、時差なんですけどね。ということでね、行きたいと思いますけど、なかなかでもあれですね、ちょっとその台湾のね、列車事故かなり心配ですね。台湾ってね、なんか知らない間にね、行ってる人とか多いんですよ。まあ、ただ今海外旅行そう簡単には行けないんで、まあ、今はね、そんな行かないですけどね。罠にしすぎだよ。週40回までって労働基準法で決められてるんや。そうだね。ちょっとそこね、きちんとね、労基法を守ります。はい、しっかり労基法を守ってね、週40回までで、ちょっとそこでね、きちんと守るようにしたいと思います。はい。頭脳は子供、体は大人、米菓子、犯罪が多くて怖いよ。そうなんだ。米菓子、ローガンズには、鍵穴のサビは見えないみたいで、テキパキやったら3000円だからお茶にポカリでもあげたい。まあね、まあでもありがたくもらっときなさい。3000円だから。
うん、その分違うことにね、こう違うことでまたね、貢献していけばいいんじゃないかなと思いますよ。無理にね使わなくて、それはそれでありがたくいただいておいてね、うん、というふうにね思いますけどね。これはラッシーはこれに出るってさ、何これ、よくわかんないけどな、うん、なんだろう、はい、あー、なんかまた怪しいのが出てきたぞ。まだこれまたもうめちゃしこし選手権とかわけのわかんないの出してきたな、うん、ね、ほんとコナンですよね、はい、そう、まあそんな感じです。お、17時30分最強開始、17時45分終了。おー、ほんとね、早いね、手際いいね、うん、で、はい、最近出歩かないとダメだ、ストレス溜まって仕方ない、うん、そうだよね。まあ、あの感染のね対策して出歩く分には全然いいと思いますよ、本当に、うん、で、あのまあ人混み極力させて避けてれば、まあ避けられるんで、ある程度は。ただあのさすがにね、あのソーシャルディスタンスってなると、ちょっと電車乗ったりとかね、あの街中歩くのはちょっと厳しいかなと思いますけどね。さすがにそこまで人、まあさすがにあのね、あの人とぴったりね、あのくっついて歩くってことはまあなあなあないですけど、だからなかなかね、あ、そうか、大阪600人だからね、梅田出るの怖いね、確かにね、それはあるよな。ただ何度も言いますけど、感染者の数っていうのは大阪とか東京都の都市部では増えますからね、人が動けば増えます。何度も言いますけど、問題は重症者が増えちゃうことがまずい。だから感染者数が増えること自体はそんなに問題じゃない。ただ重症者が増えるとこれはまずいというふうにね。で、うん、本当ファイザーのワクチン早いですよね。で、本当にね、見なきゃいけない数字は実効再生産数です。病院勤務で行くのはまずいよね。まあな、映画行こう、って言われている。まあでもほら、自分からね感染させないように対策して、行ってね、やっぱ経済回さないといけないから、自分からね移さない万全の対策をして、お出かけになるのは良いのではないかなと私は個人として思いますけどね。はい、寝通すと頭痛がするから休みの日は極力外に出ないと。あー、なるほどね。確かにね、ずっと寝てると頭痛くなりますよね。あるある、もう10時間も寝てると頭痛くなりますよね。はい、あ、ありがとうございます、ね、57分ですけどね、ファイザーのメッセンジャー RNA ワクチンで分かっていることということでね、今リンクいただきました、ありがとうございます。今ツイートですね、はい、でね、感染リスクマイナス 90%、 発症リスクマイナス 95%、 変異株に効果はある、12歳以上の小児に効果、最低でも6ヶ月間、効果持続、国内アナフィラキシー81件、100万回のうちに81件です、うん、まあ大した数じゃないよね、はっきり言うけど大した数じゃない、うん、で全員、警戒しております、回復しております、関連死亡、長期障害報告はないです、3月21日現在ね。だからまあこれね、まあね、この坂本先生もね、まあ接種を加速せねばって書いてますけども、もうだからね、100万回ってすごい数ですからね、これだけの短期間に100万回ってすごい数で、もうちょっとね副反応出てもいいぐらいな数ですよこれ。だからもう全然大丈夫なんで、もうどんどん加速させないとダメですよ。何にもできなくなっちゃって、本当にね、経済冷え込んじゃうとえらいことですからね。だからもう本当に防げるものはワクチンで防いでいく。まあ、いろんなねことを言う人いますけれども、そう、むしろ副反応率が少ないですよね、新型コロナワクチン。全くその通りなんですよ。はい、ということでですね、59分回りましたんで、本当に医学の進歩すごいですよ。いや、ちゃんとね、やるところでやっていいんですよ、研究。
ということで、お時間になってきましたんでね、本日も終了したいと思います。今日すいません、今日ね、ちょっとなんか疲れ気味なんで早いとこね寝ようかと思います、はい、ということで本日もドクターラスカル2330ライブ配信の方ですねお送りしてきました。 YouTube でねお聞きの方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします、その他ニコ生ツイキャスオープンネックでお聞きの方はですね、チャンネルフォローの方お願いいたします、本日も遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございます。お休みの方はゆっくりお休みください、夜勤の方はですね、朝まで長いですけど頑張りましょう。ではおやすみなさい。はい、失礼します。